平野仕様を見た目撃情報多発で混乱。CM、衣装店。残りがを探すファンたち。こんにちは、尊敬する読者の皆様。日本のエンターテインメント界における一大ムーブメントが巻き起こっています。ジャニーズ事務所から5月22日に退場した元キング・アンドプスの平野仕様に関する驚くべき出来事が、ファンの間で波紋を広げています。 退所から数日後、ツイッター上に、平野仕様を見た、という目撃情報が拡散され、ファンたちは混乱しています。芸能界を騒がせた平野仕様。彼のファンたちは今、彼の行動と存在について興味津々です。しかし、情報の信憑性についての疑念が広がっており、ファンたちは現実とデマの狭間まで揺れ動いています。 ネット上には様々な平野仕様を見たという証言が出回っており、ファンたちはその真偽を判断するのに苦労しています。例えば、ツイッター上で横浜のちびまるこちゃん美術館に平野仕様くんがいたらしいという情報が広まりましたが、その情報源が消えてしまったため、真実かどうか確かめることが難しくなっています。こうした情報の混乱の中で、 ファンたちは慎重な姿勢とプライバシーの尊重を訴える声も上げています。ジャニーズ事務所を退除したからこそ、彼のプライベートに踏み込むべきではないという意見もありますが、ファンたちの心は平野仕様に向かっています。彼の健康や日常生活について心配する声も少なくありません。 ヒラの仕様は現在もパブリンズ P&G の CM やボシュロムジャパンのコンタクトレンズの CM で見ることができます。これによりファンたちは彼の姿をテレビや店頭で見かけることがあり、それが喜びとなっています。 また、平野主演のドラマ、黒サギ、のブルーレイ &DVD ボックスを発売を記念した衣装はンパネル展も開催中で多くのファンが訪れ、整理券が閉店前に配布終了するほどの人気ぶりです。平野仕様の残りがを求めて、ファンたちは彼の情報に敏感になっています。しかし、情報の信憑性については依然として不透明なままです。 ファンたちは、ヒラ仕様の新たな展開を心待ちにしながら、彼の今後についての情報を待ち望んでいます。結論。ヒラ仕様についての情報がファンの間で混乱を招いている現在、ファンたちは彼の行動と健康に対する心配と興味を抱えています。 一方で、情報の信憑性についての疑念も拭いされず、彼の新たな展開についての確かな情報を待ち望んでいます。ジャニーズ事務所を退所した平野耀の未来について、ファンたちはまだまだ探求の旅を続けるでしょう。皆様、平野耀についての情報を追い続けるファンたちの心情がお分かりいただけたかと思います。今後の彼の活動に注目ですね。